シングルない。あー、また忘れた。先週も忘れたよね。うん。いっか。あ、あ、8時になった。こっちに向けといて。こんにちは。これザラザラ音とかすごい。ザラザラ音するだ。あ、すごいいっぱい聞いてくれるわ。本当だ。やった。もうだって3人もいるよ、うん、4人もいる。コージ YK さん、俺と同じんだよ、ね、うん、名前、うん、よくね反応してくれる、うん、ありがとうございます。骨埋めてるシーンやばいですねかっこよかったよね今日はあやみさんとたまちゃんに手伝ってもらって、うん、骨埋めてるシーン確かにあれ鹿の骨、ジャージで無言で日が落ちる前にいや疲れたね。でも、うん、すいません今日ジングルがないんですが、うん、じゃあ、うん、ポテトタイム始めます。始めます。すっごいいっぱい見てくれてる。もう7人もいるよ。やっぱり、うん、今日は被覆が多かったからね。被覆？あ、いや、いろんな予告してたから、うん、予告頑張ったね、うん、ありがとうございます、うん、俺一切予告とかせずに。いや全然いいっす、うん、私昨日あれ、うん、やった後感がすごい。やった後だったよね。そうだよね、うん、でも今回の鹿は、うん、まあそうだね、死んじゃってたんだよね。昨日の朝か、うん、見に行った時に、そうそう、まだあったかかったんだけどちょっと足が上目に上がっちゃってて、なんか鹿はそういう風になんかお腹上になっちゃうと内臓重くて死んじゃうみたいで、うん、圧迫されて、うん、うん、そうですね。でも血には慣れたな、本当に。血だらけだったもんね、うん、見つけた時ね、うん、山崎を今日見つけた時今僕の実家のね掛川からお送りしてるんです、うん、そうで実家でやってんだけど、うん、そう今日車庫で解体してて鹿を、うん、昨日取れて川に1日つけといて、うん、で今日やってたんだよね。え、1日川に浸してるってこと、うん、そう、死んでる状態で、うん、で血はどんどん流してる。そう、血も流れていくと思うし、うん、内臓を取って冷やしときたいから、うん、あ、冷蔵庫みたいなもんか、うん、ね、こっちの漁師さんはもうその場で、うん、結構なんかあまりに大量に取れて今日は手が回んねえとかだったら、うんうん、川につけて明日やるとかやってるけど、なんかネットの情報だとさ、うん、冷やした方がいいって言ったりとかさ、うん、よくわかんないけど、うん、俺的には単純に余裕がないから、うん、取れた時はまずね、うん、止め刺しして、うん、内臓抜いてで、うん、つけるとこまでやっといて、うん、で家に帰っていろいろ段取りを家の準備とかして、うん、で次の日の朝すべ、うん、て準備万端にした上で、うん、リフレッシュして、うん、砂漠気満々で、うん、一回山を見回って罠にかかってなければそれを車で持って帰ってきて、うん、やるみたいな、うん、でも気持ちが落ち着いてやってたのにね、今日もこんなバタバタで。いや大変だよ、重かったもんね。重かった、時間かかるもんだね、うん、やっぱり ね、かかるね、うん、いやすごい、まだ途中までない、うん、じゃあ、なんか実家だと静かにしないとみたいな気持ちが勝手に働くの、やっぱ俺は落ち着いちゃうねなんか落ち着いちゃうよね。落ち着いちゃったね、うんうん、床がさふかふかでさ。そうだね、今ちなみに8畳の畳の部屋と6畳の部屋が開け放たれた和室にいて、俺の右斜め後ろには父親の仏壇があります。お父さんに聞かれてるからだねそうかもね、なんか工事がこんな風になるとは思ってなかったろうよだろうよね、うん、本当に車庫で獣を殺して。それはね、でもね、結構ね、結構今俺が使ってる道具って父親の道具が多くて、あのレインコートしかり、うんうん、バッグしかり、うん、あと山に持ってってる大きいハンマーみたいなのとか、うん、あ、そっか、うん、ずっと撮ってたんだね、ちゃんと。そう、なんかね、うん、登山が好きで、一回俺が実家のもの片付けようと思った時に、う
見たら登山グッズみたいなのがあって、そっから結構引っ張り出して、うん、今やってるから、もしかしたら父さんとか俺がやんなくても狩猟とかやってたかもなとも思ってた。やってそう、うん、もし父親生きてたらね。それよりも俺がこういう活動をしてるという演劇、そう、うん、でポテトタイムとか言ってるなんて、そう全く想像できなかったの本当にそっちだ、うん、本当にポテトタイムってなんだ工事みたいな説明できねえし、ポテトタイムなんだろうね、うん、でも今っぽいんじゃないの、あの子その頃はなかったしさ、うん、あ確かに、うんうんうん、その頃なんだろう、やりたかったやつだって思ってたかもしれない、ね、あもしかしたらね、うん、お父さんもこれこれじゃなきゃあ、俺さ、そう実家帰ってきて思ったんだけどさ、うん、インスタントコーヒー多くない？今もインスタントコーヒーを飲みながらお送りしてるんだけど、実家にはインスタントコーヒーが多いってこと？地元、なんつうんだろう、コーヒーさ、うん、基本さ、誰かん家に行ってもさ、出してくれるのインスタントコーヒーじゃないですか。あ、こうゴリゴリして出さないみたいなこと、うん、ゴリゴリでもなく、もう、うん、あの、ひいた豆でもなく、うん、コーヒーを煮沸して、あの粉フレーク状にした ブレンディこれ、うん、何これ、ネスカフェゴールドブレンドとかさ、はい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 、そういうのじゃない？だからコンビニのコーヒー美味しいとかそういう話になるのかな。あ、ね、あじゃあすごいね、コンビニ、うん、私もさっき帰ってくる途中に、さっき爽やかで、うん、そうみんなで爽やかにも食べに行ったんだけど、うん、コーヒー飲んだじゃん、うん、何もその代わりすぐにセブンのコーヒー欲しいなそうでしょ、爽やかのアイスコーヒーおすすめって言ったじゃない、ね、そうね、ここはアイスコーヒーがいいからって喫茶店みたいな感じだったよねいきなり裏切りだったんだね、爽やかはアイスコーヒー、たまちゃんもこれ飲みきれないって言ってたし私一気飲みしちゃった、美味しいんだろうなって思いながら美味しいという言葉で騙され続けみたいな、うん、そうそうそう、結構騙されるから、騙されられるから、うん、はいはい、暗示にかかってた、ね、うん、暗示かかってんの、でもなんか炭焼きレストランの、うん、炭焼きレストラン爽やかの炭焼きアイスコーヒー、うん、なんか美味しそうでしょ、でもさ、うん、爽やかのさ、あのプレートっていうか下に引く紙にさ、うん、前見たらさ、うん、もっと喫茶店とかって書かれてた、あ、そうなの、うん、なんかだからコーヒーは自慢とかって書かれてた気がする、あ、だからこう、コウジ君も言ってたんだな、そうかな、うん、俺も刷り込みがあったのかもしれない、うん、はい、かんね、あ、やばい、うん、どうした、聞いてる人が減ったマジか、よし、うん、じゃあ質問だ、始めます、はい、ペンネームハイキックでそのまま死ぬさんから、山崎さん、あやみさん、たまちゃん、先週のやつだ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今年のゴールデンウィークから40日間ぐらい休みになったので勉強を兼ねてどこかへ遊びに行こうと考えています。3人は40日間あったら何をしにどこへ行きますか？40か、うん、本当に空いたってことでしょ、うん、すごいね、まるっきり40か、うん、でもさっきも話してたけど、うん、うちら実家だよねっていう迷わず実家だし、実家だね、現に40日実家にいたぐらいの感じ、うん、ほらね、去年の、去年はそうだね、俺ちょうど40日ぐらいだかも、去年と、うん、11月の15日から12月末までと、うん、今回は2月の7日だからもうすぐ1ヶ月だっすね、まだ、あ、2月の7日に帰って、うん、3月の15日に帰ってくる、多分ってことは40日くらいだね、そうだね、あ、まあ2月ちょっと少ないけどでも40日ぐらいのノリだね、うん、実家じゃん、うん、実家いいんじゃない、実家ですね、うん、でも実家で何すんの、でもコウジ君いろいろやることあったから、いやでも俺も3月の15でも漁期が終わっちゃうから、うん、まあ、それから畑がねいろいろできるようになるけど時期的には、うん、あ、でもなんかそうやってある人あるんだったらいいけどね、あ、あやみさんなんかやってたの家で40日間確定申告あとなんか打ち合わせとか図面書くとかして、うん、で、うん、うちのおじいちゃんの家と、うん、おばあちゃんの家行って、まあ、老人と赤ちゃんをめでてきたってこと、なんか遠くから見てきた、うん、あ、うん、
なんだ、結局40日あっても現実と付き合うって感じなんだね。向き合うっていうか、なんか旅行行くとかそういう話じゃない。ああ40日だったらだってなんか取り残してきた現実と向き合いたくない、まあ、振り向かずに走ってた40日そうそうそう振り向かずに確認するみたいな40日かけて、うん、そうだね、なんか根っこの方をね、うん、観察してもいいんじゃないかな。俺実家に帰ってきてがっつり働いてみる。何して？40日間、うん、友達の工場、うん、え、バイト？うん、バイトっすよ。40日間バイトすればいいんじゃないって、うんうん、東京じゃなくね、うん、いやすげえいいお金くれてさ、うん、バイトだじゃあ、うん、バイトだじゃあ4ヶ月働いたら40日働いたらいくらくれんだろうこの人みたいな。ああ楽しいんじゃない。じゃあそうだね、うん、俺は40日あったら実家に帰ってきて、うん、バイトする。なんだろうね、40日間何すんだろう。旅行行きたいけど、うん、思いつかないもんね正直ね。旅行っていう感じじゃなんない。キャンプ、キャンプも40日間もしないでしょだって。そうだね、うん、あ、車で日本一周、うん、あ40日かけてね、うん、あ飽きちゃうかな、わかんない、想像つかないかも。でも40日間ね、40日間ってだってそんなに長くないよ、うん、すぐだよ。でも毎日働き詰めの人からしたら40日間のフリーの時間って、うん、すごいんじゃない。うん、おどこ次行く。え、じゃあ実家に帰る、うん、実家に帰る。そうだしさ、この年でさ、前も話したかもしれない、うん、この年で実家に帰るっていうのは面白いんだよね、長い期間。ああ面白い。全然地元のとの関わり方が別の関わり方ができるから、うん、面白いんだよね、うんうん、ちょっと思ったのは、うん、家族ってさ、うん、老人からさ、うん、あの幼児とかさ、うん、ちっちゃい子供までさ、うん、あのいろんな世代がさ、うん、いるからさ、うん、なんか変だよね。それでいてなんか共同体みたいな感じだから、うんうん、ちょっと面白い。私もちょっと面白い。うん、じゃあそんなとこですかね。うん、あれ、たまちゃんはどこ行くの？たまちゃんはね、思いつかないって書いてるって。あ、いやでも僕、うん、なんかさ、うん、多分作品作ったりするかも、40日間使って。えらい。最初にね。全く頭に浮かばない。さすがに1ヶ月以上あればやるかな、みたいな。マジで？あ、すごいね。もう暇みたいな。え、だってさ、1ヶ月…結構でも1ヶ月って短くない？なんか結局2週間ぐらいダラダラして、うん、でそろそろやんなきゃなみたいな感じになってって、うん、残りの1週間から始めて結局40日を使い切ってまだ終わらなかったみたいな感じになって、うん、バタバタしちゃいそうな気がする。でもなんかやろうっていう計画は立てられるような気がする。あ、じゃあ作品作る計画を立てる、うん、そうする。へえ、すげえ。すごい立派だね、もう自分を律しないと、うん、ダメになっちゃいそう。東京にいるときより全然忙しいのこっちに。だって僕実家帰ったら絶対パチンコとか行きそうだもん。マジで、うん、パチンコするんだ。いや興味本位で、でハマっちゃいそう。それで、うん、あ40日ぐらいならハマるのにちょうどいいかもね。ハマってお金がなくなったぐらいかな。最悪だね。いや、うん、ってやっちゃうかもしれない、そういう感じに。うん、父親が死んだときは多分ね、正月のちょっと明けだったんじゃないかな。うん、それでお年玉いっぱいもらってるから、うん、やったらパチンコ行ってさ、休みじゃん。うん、父親がね、他界して、うん、1週間ぐらいパチンコ行って全部そのお金使って。すごいグレた高校生みたいだったんだね。いや全然グレたとかじゃなくて、パチンコ友達がその頃ちょっと行ったりしてたからさ、一緒についてくる。そうそう、行ってみたらなんか暇だし行こう。はいはいそんなとこかなみたいな。ああ、うん、まあでも実家帰ったらだらしなくなっちゃう気がする僕は。意外とインスタントコーヒーおいしい。ブラックで飲めてる、おかわりしちゃってるもん、慣れちゃえばいけんじゃん、うんうん、
じゃあ次行くか。はい、行こう。ペンネーム芋作さんからいつもお世話になっております。はい、私は警察の職務質問によく引っかかります。なぜ私を狙うのか警官の方に聞いてみますと、理由は目つきがおかしいからだそうです。何それ、マジで。目つきを良くするにはどうすればいいでしょうか。目つき悪いってどんぐらい悪いんだろうね。なんか私一瞬サングラスしたらいいのかなって思ったけど。え、その夜とかでも。夜サングラスしてたら確かに職務質問されるね。したくなるよね、自分だったら、ね。うん、そうだね、したくなるね。目つき悪い、目つきが悪いからっていう人もすごいね、警官。なんかひどいよね。うん、いくら第一印象しか判断できないからっつって、そりゃないよね。目つきがおかしいって、おかしい変じゃない、変とかじゃなくておかしいんだって、挙動不審に見えるのかな。ああ。でもさ、知らない駅とかでさ、時刻表どっち見ていいか分かんない時とかあるじゃん。あるあるある。ああいう時もなんか普通に、こいつおかしいんじゃないかみたいな時あるよね。あー、確かに。もう行ったり来たりするじゃん、うん、あ、入り口間違えたじゃないけどさ、うん、なんかおかしいっちゃおかしいじゃん、それ普通にね、うん、確かに。本当に目つきがおかしいのかな。え、どういうこと。本当に目つきがおかしいんではなく、うん、もっと違うところに本当はある、あ、あると言いづらい、本質がどっかにあるけど、そうそうそう、言いづらいんだ、なんか、うん、どこだろう。だからなんか、うん、服装とか、うん、なんかそういうちょっと社会を逸脱したような何かがあるんじゃないかなって俺は思うんだよね。目つきがおかしい人、まあそっか、でも薬やってるとか思うのかな。え、ある、ある職務質問されたこと。俺昔すごいされた。いつ。大学生の頃だね。ドレッドとかだったかな、うん、確かにその時は職質した方が良かったと思う、警察官も。僕をってこと、うん、するだろう。職務質問した方が良かったんだ。まあそんななんかいろいろ言う気はないけども、うん、外れないよみたいな。まあそうか、じゃあ職務質問した方がいい人ってのもいるんだ、まあ、もしかしたらじゃあこの芋作さんも職務質問された方がいいのかもしれない。それはどうだろう。だって嫌がってるじゃん、だって。いや、嫌がってるけど、でも本人のためになってるのかもしれない。気持ちをガラッと変えたら気持ちいいことかもしれないってこと、うん、かもしれない、ね、そういう考え方に持っていけば、うん、いくらされる職務質問むしろ職務質問されたらありがとうございます、してほしいみたいな。一切されないもん今。あ、でもさすがにこの年でちょっと自転車で西高の前、あ、高校の前を地元だ、ね、昼前にあのチャリンコで走ってたらやっぱ止められたね。あ、警察に、うん、何してるんですかって、うん、ちょっと様子がおかしいって。俺ちょっと自転車の様子がおかしかったからちょっと自転車の様子おかしいなってしてたんだけど警察官からしたら何か様子がおかしかったんです大丈夫ですかみたいな。山崎本人が、そうそうそう、爽やかすぎるのかなこの町には。そう、昼間自転車こぐ、うん、30何歳にしては確かにちょっとね、やっぱり何かそぐってないんじゃないかな。そぐえばいいってことか、そしたら。あ、そぐえばいいのか、うん、そぐうにはどうすればいいんでしょうね。まあ確かにそれだね、うん、結局のところまたそういう話になってきちゃうね。職質でもさ、なんて言うんだろう、武勇伝みたいなさ、うん、気持ちでさいたらさ、そんな年じゃねえか。急いでるときはちょっと迷惑だよね。本当だよね、うん、うん、名刺置いて後で行きますとかでいいならいくらでもするけど、ね、職質はそういうことさせてくれなさそうだね、うん、目つきがおかしい、うん、目つきがおかしいって難しいね。怪しいと思われたら何しても怪しくなっちゃうもんね、うん、そうだよね、うん、迷っちゃった本当に困ってる、ね、悩んじゃったね。うん、目つきがおかしい。おかしいんだろうね、じゃあ。うん、おかしいんだと思う。おかしいのかな。目つき、
いやでもそのさ、うん、やっぱりいろんな尺度があるからね。まあね、うん、やっぱりこの時代にそぐってなかったらやっぱり目つきも本当はおかしくないんだけど多数から見たらおかしいのかもしれないね。そうだね。じゃあ本人のチューニングが現代と合わなかったってこと？そう、今のちょっとチューニングが合ってないから様子がおかしく見えるんじゃない？なるほどね、うん、じゃないかなってことで、うん、幸せな生き方してるってことじゃない？あ、そういう意味で、うん、人にとらわれず、人にとらわれずっていうか、うん、まあ幸せに生きて、うん、ねえ、うん、幸せ探し？探しじゃない。失礼ね。俺さっきあんだけなんかバイトでなんとかとか言ってキレてたのに。うん、目つき。どうすればいいでしょうか。目つきを良くするには、目つきを良くするには、うん、やっぱり、お、たまちゃん思いついた？外国人のふりするじゃないけど。ああ。ダメそういうのじゃ。いやそういう人もいるよね。うん、外人のふりする人、うんうんうん。どのタイミングで？警察官が目に入った時に外人っぽくするの？声かけられたら。うん、あよく聞こえない。意味は。はいみたいなじゃないけど。余計、まあいいや、まあ良くないな、めんどくさいんじゃない？まあでも急いでるときは外人のふりすればいいからね、うん、あじゃあ急いでないときはとことん付き合うってこと？急いでないときはなんか、うんうん、そうだね、うん、そもそも外国人だと思われるケース、うん、そもそも外国人だと思われるケース、思われてるケースは、うん、あるね。あるだろうね、うん、だチューニング合ってないんだもんね、イモサキさんはね、うんうん、まあそうかね、うんうん、だから、うん、それはそれでワールドワイド捉え方次第ってことか。そうですかね、うん、じゃあでもまあ幸せだと思うよ、職務質問されるってことは。あ、職務質問が必要だから、うん、うん、じゃあ職務質問をされるけれども、うん、でもポテトタイムを聞いてくれてるような、うん、いつものね、イモサクさんはいつもこんな、こんなっつってた、うん、これを毎回最初からずっとイモサクさんはいてくれてさ、うんうん、コメントもいっぱいくれる人だから、うんうんうん、心が豊かなんだね。そうそう、うんうん、だから、うん、本当に悪いことしてるわけで、悪いことをするような人ではないから、うん、まあ幸せだってことだね。あ、じゃあ自分の幸福に自信を持ってってことか。なるほど、それでいい？まあ俺はそうだと思うけど、食事されるの面倒くさかったら大変だね。いや面倒だとは思うけどね、うん、面倒だと思う。私あのあれ点数引かれるのすごいイライラする。それはだって、うん、交通違反をしてるんでしょ。うん、そうだね、まあ、職務質問は別に何、うん、時間だけだよね、失われるのは、うん、時間とちょっと傷つくとかかな、うん、お金は取られないもんね、うん、そうだね、うん、でも大事な時間は取られる。それはそうだね、うん、うん、そうだね、うん、意外と警官と話すのも楽しいけどね、職務質問っていうか世間じゃない、世間話、うん、うん、話すことないから。あと俺友達に単純に、うん、あの警官っていうかいるからかも、はいはいはい、まあ、中身はまあどうしようもないっつったら分かんないけど、うん、人もいるかもしれないけど、まあいろんな人がいるだろうから警官、まあ、あじゃあまあ職務質問もある種のナンパみたいな感じと、うん、あそうだね、捉えればいいってことか、うん、そうだよね、ピンときちゃったんだもん、もしかしたら友達になれるかもしれない、うん、そしたら生涯の友達と出会えるかもしれないっていう可能性も秘めてる。うん、どうだろうこの答え。ちょっと、うん、もう一回最後にもう一回考えよう。うん、そうだね、うん、そうだね、うん。ちょっと難しいけど、うん、すごく悩んでるらしいから、うん、ちょっともうちょっとイモサクさんちょっと考えながらやります。うん、はい、じゃあ次。ペンネーム23度。
23度、うん、23度さんから、ポテトの斬新な使い方を教えてください。地元の警官全員と友達になれればいい。あ、確かに、うん、それはそうだと思う。顔見知りになったらいいかもしれない、うん、笑えるっていうか、あっってなるの、うん、お互いに。この関東のね、うん、警官みんなとね、関東、そうそうそう、ナンパ的な感じだよね、うん、あ、そうそうそう、うん、ポテトの斬新な使い方を教えてください。あ、そう、それね、うん、あのね、うん、植える。おお、斬新だね。意外と楽しいと思う、植えてみたら。でもそれってさ、マジでさ、うん、生えてくるんだよね。生えてくる、生えてくる、きっと、うん、きっととか言って、でも、うん、あのトマトじゃねえわ、じゃがいもってね、これもね、ネットに俺は左右されてるんであんま分かんないんですけど、休眠期間っていうのがあって、うん、収穫してから4ヶ月ぐらいは、うん、あの芽が出ない、うんってやつもあるみたいで、うん、あの条件が揃ってても、うん、そこにもね、うん、俺今じゃがいもちょっと持ってくるね、うん、じゃがいも今植えてるんだ。じゃがいもをあの植えるために準備してるんだけど、うん、あ、そうやって土に埋めずに、そう、まず芽出しした方が、うん、あのいいって言って、それ今家で採れたやつを、じゃあこれが去年の秋に採れたやつ全部。へえ、ちょっとこれ見せよっか、はい、よ、これだ、こっちね、こっちは去年の秋取れたやつ、うん、で、こっちは去年の多分ね、早い時期に取れたんだと思う。切ってるんだ。これなんか大きすぎると、うん、ちっちゃくてもいいみたいだから。え、切ってもいいんだ。そう、表面乾燥させれば。へー、で、こっち全部芽出てんじゃん、うん、多分ね、その4ヶ月以上経っちゃってる芋は出るんだと思うんだよね、うん、で、ちなみにこれミンジャガ、ミンジャガ、田中ミンジャガ。でもミンジャガ去年、うん、多分ね、そのミンジャガもうまくいかなかったのよ。なんか出なかったってこと？あのね、ちょっと出たんだけど、うん、時期が合ってなかったのか、それとも収穫したてのやつをミンさんから買ったのか分かんないけど、その休眠期間のやつを、うん、出なかったんで、ね、1本だけ出たから、なんとかそいつで、うんうん、命をつないで、うん、でも今回も芽出なかったら、うん、ちょっと次の秋植え、うん、え、じゃあこれ2世ってこと？ミンジャガ2世。すごいね。いや、本当はコウジャガにしようと思って埋めてたんだけど、うん、ちょっとまだコウジャガ的にはでは言えない。まだミンジャガ、そう、まあでも植えるのいいよね、うん、うん、でもどこそこら辺の適当な土に植えても出てくるだろうし、うん、ただ芽が出てきてから植えた方がいいね、多分。はい、植える、うん、何のジャガイモでもいいんだ、何のポテトでもいいんだ。何のポテトでもいいと思うよ。へえ、なんか増えるじゃん、単純に。あの、うん、ポケットを叩けばビスケットが2つ、なんだっけ、もうひ、ポケットの中にはビスケットが1つ、ポケットの中繰り返すの、あれ、なぜか2つになってたね、今ね、叩いたビスケットが1つ、ビスケットを叩けばビスケットが、ポケットを叩けばね、パキッとポケットを叩けばビスケットが2つ。ああ、その後どうなんだろう、ビスケット。もっと増えるっけ。そんな不思議なビスケットが欲しいだよね。あ、そんな不思議なビスケットが欲しい。うん、でも、うん、叩く、ポケットは叩かないけど、ジャガイモは植えたら増えるんだよね。そうそうそう、ね、そんな気持ちになると思うよ。うん、いいね。聞くポテトに見るポテトが。そうですね。そうですよ。今準備中なんです、ポテトは。じゃあ、4番。ああ、これ。ペンネーム牧原のりゆきさんから、マッキーマッキー、すげえなマッキー、うん、ね、こんばんは、あやみさんに質問です。こうじさんがどんな質問にも答えてくれるとしたら、あやみさんは何を質問しますか？あと牧原のりゆきの好きなところを教えてください。牧原のりゆき好きなの？そう、好きなの。あ、そうなんだ、ね、小学校の時からね、好きなの。あ、そう、うん、あ、マキハラのりゆきの好きなところは顔、あと面白い、うん、トークとか聞いてたってこと？うん、何が面白いの？あの逮捕されたあと出した CD が、うん、僕はまだ生きてるよとか、ね、寂しかったってこと？わかんないけど、そういうところもなんか蓄積されてる、うん、マッキーって面白いなって。なるほどね、うん、すごいあの眼差しのなんか外れたところでいつも見てる。見てる。うん。で、え？眼差しの外れたところで視野にはどっかしらに入ってる。視野のなんか端っこの方ではいつも捉えてるよ。うんうん。え？
あ、ごめんごめん。デスクトップの画面が綺麗な山だなと。そういう気持ち大切だよね。MacBook。MacBook の。じゃあ、浩二さんがどんな質問にも答えてくれるとしたら、あやみさん何を質問しますか。なんだろうな、うん。いつもどんな質問にも答えてくれてるもんね。うん。ね、そうだね。うん、タブーもあると思うよ。タブー。あえてタブーな感じの質問をしてみたらいいんじゃないの。確かに。なんだろうな。うん、やめて。付き合い長いから出てきそうだもんね。本当にタブーみたいなのがね、凍りつく瞬間みたいなね。そうだね。質問で山子先生に質問。やべ、考えてなかった。なんだろうな、何質問されたい？あ、それ聞いちゃダメだ。なんだっけ？何が？なんか、うん、心臓が動いてるのは、うん、謎って言うじゃないですか。なぜ心臓が動いてるかっていうか、あのポンプがね、うん、なぜ起動してるのか、うん、どういうことで起動してるのかっていうの、うん、なんでですか？お医者さんに聞くとは分かるかもしれない。俺的には俺的には普通にすごい真っ当に答えれば、うん、なんつうまくできてるね。うまくできてるね。やべ、足つった。あ、そうそうそう、体をさ、うん、結構解体して見てるからさ、ちょっと聞きたかったんだよね、うん、あ、でもね、単純になんか電気信号じゃないけど、うん、結構やっぱ殺した後も動いてんだよね、筋肉、うん、ピク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 してる、うん、へえ。だからやっぱそういう、なんだろうね、あれ。だから心臓もそんな感じなのかな。でも心臓がさ、最初にさ、うん、最初なのかな、なんだろうね。まあでもこれ、私が質問したらいい、うん、わけだから、うん、そうですね。答えはどうでもいいと答え、いや、どうでもいいどうでもいいかね。まあちょっとなんか気にはなるね、うんうん、じゃあ、うん、どうしよう、こんな感じでいいかな。やはり電気が。電気、うん、電気なのか、何なんだろう、あれ。電気信号なの？てか電気信号がさ、真似してるんじゃないの、人体を。真似？うん、電気信号？電気、電気ショックとかあるもんね。まあね、うん、電気。コーヒー好きだね。いや、もう今日はコーヒー、やっぱりこの後にやっぱり俺は骨を外すのやろうかなと思って、うん、やっぱり、ね、ちょっと冷凍庫に手を入れてみたらあんま冷えてねえなと思って、あ、危ねえかなと思って、うん、ちゃんと制約しちゃおうと思って。そっか、あー、ごめんごめん、コーヒー飲んでるだけだから。解体の続きをするってことだね、はい、うん、じゃあ次行きますか。はいはい、はい、ペンネームパンダ寿司さんから。お、パンダ寿司、パンダ寿司、はい、ポテトタイムの皆様、毎回欠かさず聞いて元気をいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は勇気を出して初めてメッセージを送ります。お、会社の後輩との関わり方に悩んでいます。私は技術的な仕事の会社で3年働いています。高年齢な方が多くて年が近い人はあまりいなかったのですが、1年前に初めて後輩ができました。しかも偶然にも彼女と私は西暦と誕生日が全く同じでした。おお、すごいね。うん。うん、ですが、彼女は私とは真逆の女の子で、全く人とコミュニケーションを取らない人です。彼女の声をほとんど聞いたことがないくらい、1年経った今もぎこちない関係が続いています。私はいつも何かと彼女を気にしているのですが、話しかけてもいつも私の不思議な一方的になってしまい、話し終わってから私は怖がられているのではと自分で反省して落ち込みます。彼女は会社でパソコン業務をしているので、一日の中で関わる機会は少ないし、仕事もちゃんと真面目にやっているので問題ないのですが、どうしても気になってしまいます。今週末私と後輩の誕生日なので、それをきっかけに話しかけてみようかなと思いますが、
何かナチュラルに声をかける方法を考えていただけたら嬉しいです。ナチュラル、ナチュラル、すごいマジでちゃんとした悩みじゃんこれ。うん、これどういう意味、なんか後輩後輩だけど同じ日に生まれたから、うん、まあためなんだよね。すごいね。でためか、うん、ためだし、ための後輩か、うん、あだからなんか、うん、誕生日の日きっかけに、うん、友達になりたいとか仲良くなりたい、仲良くなりたい、うん、でも山子先生ってさ、うん、あのこういうのうまいんじゃない、うん、私は結構どっちかって言ったら引っ込み思うんだけど、うん、こういう時もあるね俺。何が、え気にしすぎて、うん、わけわかんなくなっちゃって変なこと言っちゃう。あ、この人みたいにどう話しかけていいかわかんなくなっちゃって、そうそうそう、わけわかんなくなっちゃう時があるから、うん、普通に誕生日おめでとうみたいなしたら僕も僕もみたいな話。そうそう、だってお互いに知ってんだよね、誕生日が一緒っていうのは。多分ね、うん、すごい、うん、誕生日おめでとうっていう、うん、誕生日おめでとうってナチュラルに言う、うんうん、誕生日おめでとうおめでとう、かっこなんだろうね、うん、こんにちはこんにちはこんにちは、 こんにちはおめでとうおめでとう。でもそこにさ、うん、含まれるじゃん、いろんなおめで、なんていうの、普通にさそこにもさ、私たち誕生日が一緒だねっていうおかしみとか、はい、っていうのは、ね、誕生日おめでとうに普通に現れると思うから、うん、そこで、うん、あ、まあそれが一番でも強いというか、うん、キャッチーというか、うん、なんか分かり合えるよね、うん、そうだね、うちらうちらうちらみたいな、うん、今日誕生日ですよねみたいな、そうそうそう、あ、まあその人どんな人か分かんないけどね、うん、まあ、誕生日おめでとうみたいな目を見て、うん、ニヤニヤしながら、俺目見すぎだからね基本人の、え、私でも目見る方がいいと思うよ、うん、で目見ていった方がいいかもね、うん、1年口聞いてない人でしょ、でも一応そうだね、1年口聞いてないの、あ、1年ぎこちない関係、ぎこちない関係、一応頑張ってなんか喋りかけてみるんだ、うん、超も全然盛り上がんないんだろうね、だからね、うん、あーとか言われて終わるとか、うん、だからさ、だからこそさ、なんかお誕生日おめでとうって言ったら絶対返す言葉ってちょっとしかないからさ、決まってるからさ、うん、ありがとうみたいな、うん、ありがとうおめでとうみたいなありがとうどうなんだろうね、ちゃんと分かってくれてんのかな、一緒の誕生日って、まあそこ怖いよね、うん、こんな言う、こんな言っても全然分かんないでしょ、怖みたいな、なんで私の誕生日知ってるみたいないやでもさ、いやどうだろうな、いやでも、うん、でも今までいなかったからさ、俺同じ誕生日の人、西暦も一緒で、そう覚えるよね、覚えるね、絶対覚えてるよね、うん、確かに私もいないな、そういや、うん、いやいないよね、いないよね、いやでも絶対いるでしょ、どこかには、まあ、日本のどこかにはいるよね、うん、あ同じ誕生日、うん、それはどっかにいるかもしれない、ね、そうだね、そしたら1年で365人しか増えないじゃん、少な、決まってるんだ、決まってんだ同じ誕生日の人がいなかったのね少ないってことはさ、じゃあいるか、めちゃくちゃいるじゃん、そうだね、そうだね、うん、同じ学校にもいるかもね、そうだね、だから365人以上366人の全校生徒じゃないか、同学年の生徒がいるところは絶対1人いるってことだよね、うん、1人以上、そうだね、うん、全然答えになってない、いや今の話をめちゃくちゃ一方的にすればいいんじゃないの、そうだね、まあ聞くしかないみたいな意外と確率そんな高かったね、思ったより、そうだね、366人に1人はいる確率ってことだもんね、うん、だまあ、そうだね、366人に1人はいる確率だよね、でもさ300人だとしてもいる確率あるよ、うん、まあ、それは当然2人でもいる確率はあるってことでしょ、うんうん、まあ、まさにこのケースだもんね、2人、そうだね、うん、私おばちゃんと同じ誕生日だけど、おばちゃんと話すのすごい好き、なんだ、もしかしたらすっごい、じゃあ、うん、あれ西暦違うの、意識しすぎてちょっとなかなか、わけわかんちゃってる、うん、あっちも
ドキドキしてるのかもしれないし、うん、フラッと誕生日おめでとうっていうのはいいかもね、うん、まあでもひとまずお誕生日おめでとうございますですね、うんうん、パンダ寿司さんどうだろう、そうね、うん、まあそう思うけど、うん、はい、じゃあそんなことで初めての質問ありがとうございます。いや、どうかね、感想聞きたいね、うん、てかこの後どうなったかも聞きたいね、うんうん、あ、そうだね、この後どうなったかはちょっと教えてもらえたら嬉しいですね、うん、すぐ誕生日って言ってた、うん、今週末誕生日だから、じゃあ次のポテトタイムで楽しみにしてます。はい、おめでとうございます。頑張って、おめでとう。はい、じゃあ次ペンネーム、うん、ろくでなしジャズさんから、お、浩二さん、あやみさん、玉田さん、こんばんは。こんばんは。ヤンキーみたいな口調で、お互いのいいところ、好きなところ、素敵なエピソードなどを言い合ってください。お願いします。ヤンキーこれさ、先週かな、ヤンキーやって大失敗したんだよね。嘘、コウジ君が難しいやつだよ。毎度くんのかな、ヤンキー。なんでヤンキーなんだろうな。ヤンキーね、鹿児島のヤンキーはすごい鹿児島弁なんだよね。訛り強いってこと？うん。お互いの好きなところ。今さ、お互いの好きなところを探したのか、ヤンキーが出てこなかったのかも、どっちだったんだろうね。それ以前のこと。はあ、みんな今体勢変えちゃったもんね、なんかヤンキー。ヤンキーをやれそうな体勢にちょっと一緒になったけど。そうだね。うん、やんなきゃいけないのかな。ヤンキーって難しいね。ヤンキー。やべえ、今日の質問全部難しいな。この間ギャルの真似をみんなでしてて、うん、で喋り方もギャルになんなきゃいけないよねって話をしてたから、うん、みんなでギャルの真似しようとしたんだけど、うん、マジパネーとかしか出てこなくて、やっぱり全然出てこないんだね。あ、私でもなんかなんだろう、マジとかって言うと、そう、マジとかって言うとなんかちょっとというか標準語をたまに喋るとギャルっぽいなって自分では思う。まずそんなとこから。なんだっけ、めっちゃとかって言うと、うん、めっちゃって言ったって。え、言ってないの？じゃあいつも、いつも、はい、言ってないかも、うん、言ってない。めっちゃの時なんて言ってたの？ね、来たての10年間ぐらいはわっせって言ってた。ああ、今言ってないんだ。長期合い入ってる。今ね、言ってない。わっせって鹿児島弁。あ、そうなんだ。ヤンキーは。俺でも今日、俺普段めっちゃって言わないけど、たま、うん、ちゃんがめっちゃって言ったのかな、じゃあ。じゃあ僕言うめっちゃって言ったり、うん。俺今日なんかね、うん、めっちゃって言葉、あ、俺が使ったって言った。言った時あった。めっちゃって言ってた。あ、ね、うん、あの駐車場あたりだ、外だった気がするんだけど、たま、うん、ちゃんがなんかめっちゃって言って、俺もめっちゃって言ったのを覚えてる。僕めっちゃやばいとかしか言わないもんね。めっちゃやばい。待って、ヤンキーがさ、言うさ、語尾とかってなんだろう。だぜとか。だぜって言う？言わねえか。和弘がなんて言ってるかな。あー、ね、こうちゃんって言う。こうちゃんって言う。山子先生のこと。あやちゃんって言う。あやちゃんって言う。二人ともまず、ね、その再現してみればいいじゃん。あやちゃんはさ。いいよね。いいよ。もう赤面しちゃった今の。シャイすぎるね。え、ちょっと待って、うん、でもそのヤンキー簡単なさ、うん、ヤンキー語をさいくつか出したらさ、うん、できるんじゃない？例えばさ、沖縄弁だったらさ、なんとかさーとかって言ったら全部沖縄弁に聞こえるみたいなさ。ヤンキー弁がある？うん、ヤンキー弁？ヤンキー弁、ヤンキーってそもそもいつの時代？90年代とかかな。なんだろうね、外国アメリカ人のことヤンキーって言う？それって悪口？
ヤンキーって言う？あ、言わないの。ヤンキースってあるよね。うん、そのヤンキー。そっちから来てんじゃないの、ヤンキーって。調べるの？うん、ちょっと調べるわ。フィッシュマンズのさ、あの、なんか、やつもヤンキーってあってるの、ね。あ、ニュー。あ、違うか。なんだっけ。ヤンキー意味。ヤンキーの漫画とか読んでた？読んでた。姉ちゃんが好きでした。ヤンキーアメリカ人を指すって。イギリスや日本での俗称。アメリカ人だ。なんでじゃあヤンキー。アメリカ人だ。よく知ってたね。うん、すごいね。うん、今日から俺はとか置いてあったね。あとぶっ込みのタクはなかったかな。うん、あ、金髪だからってことか。そうなのかね。あ、うん、どんなおしゃべり方したっけ。やっべ、難しい。今ちょっとヤンキーっぽくなかった？やったヤンキーとはどんな人？ヤンキー語録みたいな。あ、ヤンキー語録。ヤンキー語。ヤンキー語録あった。ヤンキー用語辞典。茨城が多いんだ。茨城キング .com でヤンキー用語。あ、でもあれだ、アイパー、アイラブユー。あ、そういうことか。赤テープ。赤テープ？赤テープを貼ることで喧嘩買いますの意思を表示。どこに貼るんだろう。カバン。おー。頭、トップ、リーダー。あー。裏番、影の番長。なんかちょっと違うな。あ、ガン、ガン飛ばす。ガン垂れる。ガンはすごく使うんだ。根性焼き、シカト、シカトって言うね、うん、女の子とスケって言うんだ。スケだね、スケだね。男の子となんて言うの、うん、書いてなちょっと待って、もうちょっと言ったら基本男が喋るわね。突っ張り、うん、白衣、白衣、イケてる、美しい、眩い。ああ、眩い、眩いね、うん、とかって言うよね。パタクレル、パタクレル、うん、茨城弁でマシンが壊れる、故障すること。ああ、そうなんだいや、なんか今必死に使ってみたいなと思ったんだけど今全然出てこなかった。本気と書いてマジと呼びます。マブダチ、マブイ、マブ、マブダチね、うん、よろしく、ロケットカウル、バイクの後ろのギュンってやつかな。あ、昭和のヤンキーたちの決め台詞。なめてんじゃねえぞ兄ちゃんとか、殺すぞ殺すぞ、やべやべ、配達は飲むんじゃねえぞ配達は飲むんじゃねえぞ。どういう意味、配達は飲むんじゃねえぞって、どういうシチュエーション。実際に配達は飲むやつはいません、うん、いや、今言ったことは撤回できないぞっていう。ああ、配達は飲むんじゃねえぞ、うん、配達は飲むんじゃねえぞ。コロッケパン買ってこいやたまに焼きそばパンもあり。ああ、事故るやつは、ハードラックとダンス、ん？なんだこれ？ちょっとよくわかんないな。どうしようか。どうしようか、これ。ヤンキー語？ヤンキー語で、あ、高校デビュー。ハイハイのパラリラリラリタって作品作ってたよね。あー、てかキヌちゃんうまいんだよね。あ、覚えてろよ、うん、作ってないよね、これ作ったっけ。ハイハイのパラリラリラリは何やったっけ。結局ファイファイのゴリランだったんじゃないか、そのまま。あ、そうかボツった名前だったやんなかったで、中身全然できてないんだ。できてない、そうだ、タイトル決めようみたいな。うん、
I love you とかだよね。もう I love you 言うしかないよね。吐いた唾飲むんじゃねえぞだよね、うん、I love you 終わった？うん、うん、やばいね、うん、やばい、俺ハッカメばっかり食べてる。グダグダすぎて全然褒めに対応できなかったね。褒めに対応できなかった。ちょっとこれはもうちょっと練習しなきゃあれだね、うん、練習しよう。じゃあやばい、次行っちゃうか。行っちゃう、ごめんなさい、はい、じゃあ次ね、うん、はい、ちょっと、うん、もうちょっと頑張るね、うん、来週ね、うん、ペンネームバカ先生より。お、バカ先生じゃん、うん、うん、ちょっと待ってください。はあ、ヤンキーやってんの。ホテの皆様こんばんは、元気ですか。私はちょっと体調崩しダウンです。あら、まあ、今日は報告のお便りです。この間皆様に私の娘のペンネームを考えていただきましたか、はい、いろいろあった案の中でピザ握り先生がお気に入り、これをもうちょっと変形させて、はい、おぴにぎり先生と名付けることにしました。どうもありがとうございます。おぴにぎり、おぴにぎり、あ、なんかいいね。娘から質問が出た時はこのペンネームで送らせていただこうと思います、はい、まだ1歳9ヶ月なのであんま質問はまだないかもですが、最近は彼女が食べてたクッキーをちょっとくれと言ったらノーと言われ、ママはこれ食えとお皿に落ちてたクッキーのカスをおすすめ勧められたりしました。ではまた。これは近況ですね、うん、いいね。おぴにぎり先生、はい、おぴに、おぴにさんになったんだね。おぴにぎり先生、バカ天先生だったっけ。バカ天先生出たね、うん、バカ天先生かピザにぎり先生か、うん、もう一個ぐらいあったよね、候補ね。なんだっけ ね、忘れちゃったな。で、おぴにぎりだっけ、うん、もう一個なんだったっけな。あ、これじゃない。おぴってなんだろうね。おぴ、おぴ、おは、あの、尊敬している。あ、そうじゃない。予想、うん、予想。バカ天先生、ピザ握り先生、おにぎらず先生おぴにぎり先生。いや、もうね、質問終わった。おー、そう。もう一回じゃあ、芋作さんの、うん、このあれを、うん、相談をどうにかしようしますか、うん、できそう。どういう相談だっけ。いつもお世話になっております。私は警察の職務質問によく引っかかります、うん、なぜ私を狙うのか警官の方に聞いてみますと、理由は目つきがおかしいからだそうです。目つきを良くするにはどうすればよいでしょうか、うん、まあ、目つきを良くすればってことになったね。目つきがだからおかしいっていうのはねそうだよね。目つき良くする、また同じことになりました。同じ話しまして。ループに入っちゃった。目つきがおかしい、うん。何をもっとおかしいとしてるのか。また掘り返しちゃう。うん。何をもっとおかしいんですか。誰と比べ、いや、そんな喧嘩腰なつもりじゃないけど、うん。何がおかしいんですかね。ああ。なんでですかね。どこがおかしかったですか、うん、でもさ、職務質問されたってことはさ、うん、職務質問タイムスリップしたって一通りさ、タイムスリップしたそう、同じ話しちゃった。同じ話しちゃったからでしょ今すごいびっくりしてたねなんだろうね。じゃあさ、でもやっぱりさ、うん、友愛の心でさ、うん、接するってことなの、うん、幸せに自信を持って、うん、でも会わない人とは会わないからね、うん、でももしかしたら友達になれるかもってことだよね、うん、チャンスはあると思う、うんうん、合わない人とは合わない。合わない人とは合わないよ、うんうん、しょうがない、うん、おかしいって見られちゃったらおかしいおかしいって見られるってね、うん、見られちゃうってことは合わないのかな。合わないっていうかね、ちょっと何言ってるか分かんないけど、言いたいことはあるんだよ。本当？うん。合
わないって。おいおいおい、ぼーっとしてた今。やっぱ全体的にちょっと今日はもうぼーっとしちゃったね。そうだね、今日ちょっとさ、うん、楽しみすぎたのかもね。うん、こうじくんツアーが楽しすぎたのかも。楽しかったね、うん。ちなみに今日は我々は鹿を飼いたいし、その後爽やかでハンバーグ食べて、花鳥園。花鳥園っていう掛川にあるお花と鳥のあるね、博物館、うん、テーマパーク、テーマパークに行って鳥と戯れ、あと何したっけ、あと山に行って罠を見て、罠を見て、でも鹿埋めたね、鹿埋めたね、殺した鹿を埋めて罠見て山を見回って帰ってきて、うん、山崎のいとこのさばいた、ああそうだね、魚を食べたりイノシシ食べたりして、うん、ぼーっとしてました。忙しい一日だったね。楽しかった、うん、終わる？今何時？今何時？もうこんな時間なんだ、うん、もうそろそろ。ちなみに次回はさ、うん、あのいつ決めてない？次回いつしよっか。17でもいいけどね。 17? 何17って。え ?3 月やるなら急だね。15時だって量上がる、終わる、まあ、17には大会議の後とか、あとまあ俺は大丈夫。でもあ、たまちゃんもあるね。17ね、うん、あ、わかんない。 OK なの？ OK にしとくじゃん。あ、ほんと？じゃあ17 17だね。その時はどうなってるかな。木口さんの3年期じゃない？ 17 だっけ？あれ17じゃないっけ？ 18? 17じゃない？あ、17か18だったね。17か。うん。3周期？ 3 年期っていうのか。って言うんだっけ？3回期。3回期だ。最初1年だからね。うん。そっか、3回期か。うん。17だよ。17だ。17ですよ。うん。そっか。うん。もう3年。うん。あ、いや、でも、その年を1年に数えるから、うん、本当は2年目だけど、うん、いやでも木口さんととか言ったらあれだけどさ、うん、多分木口さんのこと知らなかったらさ、その千松さんの漁師さんのね、うん、本読むことなかったから、うん、よかったなと思って、ね、うん、そうじゃなかったら今頃漁なんてやってなかったと思うから。あ、そうだね、あ、本当、うん、じゃあすごいね。そうそう、うん、いやよかったなと思って、うん、じゃあ木口さんありがとうってことで。そうだね、17日は、うん、ありがとう記念、ありがとうありがとう記念だよ、うん、ポテトタイム、うん、じゃあそうしよっか。そうしよっか、うん、まあ電波に乗ってるからさ、うん、聞こえるんじゃない、うん、ああ、うん、どうなんだろうな、電波に乗ってるからね。うん、まあ見えないものに乗ってるからね、うん、まあそうだね、うん、うん、まあどうにかなるんじゃない。どうしてんだろうね、うん、悠々自適に過ごしてる、うん、漂ってる、こじこじみたいな世界にいんのかな、うん、もうキャラみたいだね、こじこじのキャラみたいだね。あ、残りって出てる、メルヘンの世界にね、あと2分だって。あ、すごい、うん、そういうのも出てるんだね。あ、じゃああと2分だったら喋り続けたら勝手に終わるってこと、うん、あ、それでいいかもね、うん、あと言うことは告知とかは大丈夫？告知なんてなくない？あ、ある。あ、ない？ない、うん、新作、あ、まあ、いっか、17で、うん、いいんじゃない、うんうん、告知特にないけど、あったらきっと分かってくると思う。そうね、うん、じゃあヤンキーちょっと全然できなかったね、うん、ヤンキーのこと調べるってことすればよかったな。そうだったね。本当に俺は、うん、もう役者ができないのかもしれない、ね、こんなこともこんな要求にも答えてあげられないなんて。そう、お気軽にやってくださいって感じだったもんね。そうだよね、うん、もうなんかすごい、こんなに悩み込むことは思わなかったんだろう ね、 そうだよね、みんなね、みんな体勢だけ変えただけだったね、うん、膝を立てたりゆったり座りたり体勢変えてドキドキしちゃったね。やる感じは出したけどね、うん、いやきっと
うちの父さんもホラミロコウジって思ったと思う。あ、そうだ。そんなこともできないお前が役者をやってんのかみたいな。お父さんに挨拶したの。じゃあ最後に、うん、最後にお父さんをちょっとアップで写して。あ、どうぞどうぞ。写るかな。よいしょ。あ、じゃあこれが僕のお父さんです。似てるって最近言われるんだけどね。あ、ジャストで終わった。